1993年の阪神タイガースでは、1993年の阪神タイガースにおける動向をまとめる。1993年の阪神タイガースは、中村勝弘監督の4年目のシーズンである。前年あと一歩のところで優勝を逃したチームは、打線強化のため先発ローテーションの一角、野田浩二を放出してまでオリックスから松永博美を獲得。 また前年のバルセロナオリンピックの台湾代表の AS 各自武雄も入団したが、当時の外国人枠の都合で、トーマス・オマリーとジム・パチョレックとの併用に、中村監督は頭を悩ませた。この問題についてマスコミは3人の性の頭文字と、当時の社会問題であった、国際連合平和維持活動をかけて、PKO 問題と報じた。シーズンに入ると、松永は、 開幕3試合目で故障するなど故障で、たびたび戦列を離れ、パチョレックも腰痛に苦しみ2軍落ちを経験し、代わりに1軍に上がった、隔離も後半戦最初の試合で、ヤクルトの飯田哲也の打球が後岸を直撃し、負傷する不運に見舞われるなど、なかなか戦力が揃わなかった。打撃陣は、前年打率2位のオマリーが3年目で、 念願の首位打者となるが、腰痛に苦しんだパチョレックは、シーズン途中で引退を表明し退団した。前年の快進撃を支えた、投手陣は、エース中田孝二がわずか3勝に終わるなど、各投手が軒並み成績を落とし、チーム防御率も前年の2点台から3点台、後半に急落した。チームは5月までまずまずの戦いぶりを見せるものの6月に、最下位に転落。 夏場以降は、横浜の10連敗、広島の12連敗に助けられて、巨人と A クラス争いを演じ、9月終了時には3位に、付けていたのの10月に入るとに巨人に抜かれて、そこから一度も浮上することなく4位で終了。新天地オリックスで17勝を挙げ最多勝ちとなった野田とは、対照的に80試合の出場に終わった松永は、シーズン終了後に、 FA 宣言して大英に移籍し、わずか1年でチームを去ってしまった。本節では、前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。本節では、本シーズン開幕から本シーズン終了までの対談について記述する。対談121試合目、122試合目の10月10日の広島戦は、ダブルヘッダー色付きは規定投球回数以上の選手。 ありがとうございます。